I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. ここが神城の地下施設？本当にここに…わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。あ、ねえあれ！か。ねえ、今すぐ言うこっちから離れなさい。あんたの思い通りになんかさせないんだから。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だか何だか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間不全に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。お前、まさか。ノキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？だって岸辺は…ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。させるものか。まずい、奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ。切れ。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。てめえスエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。冗談言いに来たのかよ。悪いけど、今あんたに付き合ってる暇の。新田くん、君はどうしました？もしも、この世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。
はあ、歪みだ。まあその何度も言わせんな。お前は騎士への使いっぱい。皆さんは本当に私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を取り入れる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エーデンという楽園の巨食を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じて、そしてその可能性の目は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを？いや、なに、研究の過程で生まれた副産物ですよ。それよりも、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。私の見たかった新しい世界の形がすぐそこに。あ、しまった。それでは、私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思ったときに、だってね、待て！ああ、くそ！今は作戦を優先させねえと、あいつらが。これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘感じる。奴はロードナイトも、私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体を読みしようとして、ずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に？ついにこの時が来てしまった。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため、共に人間を滅ぼすのだ。出始めだ。まずはその人間どもを血まオメガモン。断る。あくまでも貴様は、イグドラシルの意志に背くのだ。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてロギアたちと行動を共にし確信したのだ。人間は滅ぼすべき存在ではない。ロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々任務を渡して、せめてもの情けにな。我が計画の始まりの呪しとして散れ。グレイソWhat?
本来の力が解放されるにはまだ早いか。だが、それも時間の問題だ。逃げるつもりか？我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末は。あの空、いいんじゃないか。天気予報、なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。さあ、罪をあがない、愚かな人間ども。ワールドとつながった影響は十分に残る。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿の他のロイヤルナイツたちの力も感じることもできる。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼす計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変更はない。クソ、間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫、なんとかなる。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに、相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、いと、そうだ、ゆう。あれ？
何でもええ。どんなでたらも。大丈夫、フェイ。あなたの代わりに、私が行く。そないな命令、待ちはしてへん。なんでプログラムが勝手に。大丈夫だよ、フェイ。あなたのデジモンを信じて。言ったでしょ？デジ。兄がエデン症候群になった。家に帰らず、エデンの開発に没頭する父いくら呼びかけても、兄は目覚め父が死んで。家族を失わない方法があると、リエさんは教えてくれた。父の作ったエデンを守るため、遊具となって、ハッカーをまとめてほしいって一人きりで途方に暮れていた私に、やるべきことは。だから私を捨てて、遊具になった。自分をなくしても、全部、リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって、私についてきたんじゃない。私が、すべては、リエさんの力。寂しい私。滑稽で。どうして、放っておいてくれないの？戻れない。いろんなことを間違えてしまったから。私が失敗したせいで、エデンでまた犠牲を出してしまった。もう、自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄も、みんな、私の前からいなくなって、一人だって認めたくなかった。でも、私はずっと前から一人だった。だからもう、構わない。これは、私が、ゆう子。あなたは決して一人じゃない。あなたがフェイと私を出会わせてくれたから、私もフェイも一人じゃなくなった。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に、そしてフェイはあなたと思い出して。あなたの隣にはいつも誰かがいたはず、今も。ああ、そうか。思い出しました。父の言葉。小さい頃、父が泣いてるパパが作っているエデンでは、
一人ぼっちになる人なんていない。たとえ体は遠く離れていても、誰かが一人で泣いていたらすぐに手を差し伸べられる。そのためのエデン、そのための物理原則。私たちは、フェイは今もあなたと共にいる。ノキアさんが言っていたこと、ようやく。ありがとうございました。友達を連れてきてくれて。私に、私は、お願いします、私をここから連れ出してください。これは、このままイーターが不審者か。僕はユーゴ。ユーコの兄だ。ああ、僕の肉体は、エデン症候群になって眠っている。い
や、君とは違うな。僕は完全な、とにかく妹を侵食から救い出してくれて、僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。まさかあんな方法があったとは。君の、しかし、そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに答え、気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える、君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になる。ここはとある、君は僕、君の中に、それを通して、ただここへ来て他にも似たような体験を、かくいう僕も君にとっては僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな、優子や。と、君に迎えが来たよ。驚きだな。とても深く、強く、君と繋がっているらしい。僕の声に答えてくれて、ありがとう。君に会えて、本当によかった。優子や、ノキア、新たに伝えてほしい。僕は、大丈夫だと。だから、僕を探す。質問してやるなよ。1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。ああ、はい、詳しい話は。それじゃ、今から。じゃあ、後でな。そいつは無理な。ゆうこっちってば、この子が誤解しないでください。俺もちゃんと言えないうちに行方不明になるのは。オタク、そのツンデレ、レベル高すぎだろう。ともかく。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。ただ、ちょっと。無事に帰ってきたこと。オタクのデジバイスでもダメか。キョウコさん、どこ行っちゃったんだろう。関東全域を覆っている海面層は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界。外見ただろう、テレビだってこの次元の扉が開いて、デジモンたちもデジモンが実体化する。クソ、もう新た、それはいい子なし。そんな悠長なこと言ってられっか。それはそうだけどさ、そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ。はい、まだ赤身白の CEO、 何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーがし、だから、それよりオタクが行く、
なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。本当に兄さんに会ったんですか？兄さんはエデン消防、その兄さんとエデンのアバターん、私を助け、私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を聞いてはそれが、たっそのためにも、あの人は。俺も岸辺は許せねえ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモン。私は、デジモン、いきなりこんなことに、このまま放っておいて、オメガモンは、つまり。どうやら、やり。おい、お前だ、大丈夫？反電脳体、この規模のデジタル。あ、刑事。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、まもなくお前、真田新が指名手配されることになっている。え、どうしてそんなことに。東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。それに紙しおし。待ってください。分かってる。だがここらでわっ、お偉方の考えそう。悔しいが、その後今東京で起きている必ず俺が上と話をつける。だから真田、嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。ねえ、新た。さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が。それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件が私。おいおい、上白ゆう子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。そういえば、オタクは最終的に誰かが、それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らにはやんなきゃいけないことがある。今のは聞かなかったことにしてくれ。優子たちが共犯。すまん。助かるよ。あと、あんたみてえな、いか勝手なことばかり言いやがって。そんなんじゃねえよ。警察の、まああんたも。つうわけで、これから晴れて全国指名手配。けど晴れた。おい待て、真田、勝手な真似するんじゃない。バッカじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえ。自由に。そうだ、オタク、マジでお人よしすぎだから、その面倒な性格、ちっとは直しとけよな。そんじゃあな、オタクらと遊ぶの、結構楽しかったぜ。待て！新さんが罪を、事件が解決すれば。え？確かにあの格好ですが。そうだね。私は、リエさん。私は、デジモン。